次に踊り込んでまいりましたのは大塚からの参加新水連でございます。連長三田明人さんのはじめ30名の皆さんです。新水連は阿波踊りの本場徳島の阿波藍より入れた鮮やかな青を基調とした衣装を身にまとい、躍動感のある鳴り物、鮮やかな花のように舞う女踊り、粋な中にもまとまりのある男踊りをテーマとしています。阿波踊りの基本である清張ぞめきで粋を表現しながらも、オリジナルの鳴り物や踊りを巧みに取り入れた斬新な演出が見どころです。新たな響き、この音色、粋な踊りに花が咲く新水連の粋な阿波踊りをご堪能ください。